すげえ、スナイパーも入ってる。欲しい、ジオ欲しい。除菌としかないっすね。あ、いや、いや、ちょ待って、え、なんでユーポンこれ持ってるの、S ガンダム。なんか、たまたま引いたら出ました。きっしょ。みんないいよね。裏切りやわ。え、で、一番欲しいもん、今それ。マジっすか？なんかでかいっしょ、それ。強い。でかいっすよ。買いづらいんじゃないですか。でかさのロマンかよ。やっぱでかいイコール強いでしょ。浅はかなんだよな。でもジオがいてしまったからもうそれは明かり通ってしまうんだよな。だから次はさ、デラックスたまったらピックアップ行くわ。ピックアップ、うん、ピックアップか。ジオエテさんがそれであれをフルアーマーダブルゼータ当ててしまったらやばいことに。ジム2とか出そうやな。あーでもありえるけんなあれ。ジム2、逆にジム2でもいいわもう。じゃあしかも参戦来るんかよ。早い、この時間で。朝方より早いし。そう、この PUBG、 PUBG で鍛えたエイム力を出す。発揮していく。あれ、PUBG スコープゲーなんすけど。倒せないっすね。あー、ここか。どこ。お前、ドンカツした？ユーポン。ドンカツしたことないっすね、僕。できない、できないよね。難しい。やっぱチームワーク大事だから、PUBG。いや、いや、多分ソロの話。ソロはもう不可能。無理無理無理。後ろから不意打ちしたつもりがなんかカイルチンされた。それはもう擁護できねえ。あの5人ぐらいで来たでしょ、と思ったら。あ、今ここ混ぜ混ぜタイムとかあるんだ。ここやったらあれが輝くかな、ウォルフスが。ちょっとマジフィンファンネルのどかくなさすぎてマジフィンファンネルなんだよ。まだ一気もないんじゃない。いや、一気はあったはず。そう、ちょっと入れる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 。あの、ザクバ。いいね、地上も宇宙もいけるからね。うん。地上も宇宙もいけるから、それ理由になってねえけど。次シルビザク解放していこう。あ、ゼロポイント。何使おうかな。ここって、使えるエースのところやっけ、確か。そうっすね。ああ、じゃあジオ入れよっかな。やっぱやめとこうかな。けど、ここ最近さ、ここちょっとやったけどさ、なんか、3はいらない芸になったんでしょ、こう、正直。そうなんすか。なんか、フライトシステムでさ、なんかジオ突しとったね、みんな。まあ、サカンベアの話ですけど。サカンベアは何でもありですか。サカンベアの話なんですけどね。割と取っとる方が有利っていうのはありはするとは思うんですよね。あの3がちょっと変わったっていうか、なんかドーム状になったっていうか。や、屋根付きだよね。いや、割と取っとってもいいけど、まあ、ちゃんと突させれればの話なんですけど。まあ、やっちまいますか。もうサクッと拠点壊して。3分で終わらせよう。早っ。ここって3分で終わるっけ。移動で3分使うんですけど。さて、あ、エジェさん、はい、あれでしょ、マックス1590でしょ。1590、あーのレートね。うん、90、1600持ってなかったか。悔しい。無理無理。1回だけ冷凍ソロで1600はいったんやけど、すごい落ちたけど。やるやんけ。レースゲーだからあれ。いやまだジオが出る前やったっけ。もう今ジオが暴れてるでしょ。どうやってブーストするんだ、スペースか。ちょっとやばい。そっか。エテさん、はい、突っ込んだら死ぬよ、多分。死ぬよ。オッケー、隠れとくわ。
こいつは本当。おお、やばそう。ちょっと北の FX 用にルバニアンを練習したかな。FX 用に。あ、ジオ行った、ジオ行った。クソロックンできねえ。ジオは止めて。あー、やったか。やったか。いや、そしてラグやから。やられるやつやから、これ。よし、踏んじゃえ、踏んじゃえ。あー、やばい。玉ねぎかな今。わおジオそんなところ、うん、やったぜ。サイコザクってまだなんか弱体化されたんじゃないん。サイコザクってサイコザクはあんまおらんけど、アッガイが多い。あーもうあれアッガイクソアッガイ、うん、完全にクソアッガイ。あれはクソ。まあ使うけどね、ジオン当たったら思いっきり使う。え、アッカイのサンダーボルトですか。そう、あれね、300コスでアレックスのガトリング持っとって焼夷弾あるけん強っ。頭おかしい、ね、やばいよね、ほんと。しかも被弾面積小さいし、うん、あ、落ちる。あ、B に、あ、ま、いけるか。マジ召喚部屋余裕ですわ。ぬるげ、ぬるっすわ。暴れてんね、ダブルゼータ。いや、これフルアーマーじゃない方やけんね。あ、ちょちょちょ、外役が来た、外役。外役悪界が来た。ちょ、この機体大きすぎて画面見えんのだが。あ、もうちょっとちょ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 。視点編が追加されたはず、その、でかい機体を。あー、ちょっ、くっ、ブワーワッ。あ、くっそ。パワーパンチが通用しない。てかパンチ入れとく。相手のパワーパンチが。あ、これしていつの間になんか斜めになってる。そうそう、なんかえてもね、最近 やり直したら勝手に肩越し視点に変えられてた。懐かしいな、この視点。あー、てか押されてんな。これ GLA ならやばい。20分耐えれるんじゃね。まあ割といけるかな。怖くて前出れんのだが。でも召喚戦じゃ前出たら負けます、うん、そういうことでしょう。砂が、ね、狙ってきおる。よっしゃ、ナムコ Z 連携取っていくぞ。あーい。そこで死ぬ。ここで死ぬ。やば、うま。あー、でも KT は勝っとるな。よいしょ、いいね、いいね。ガンダム勝った。何の差だこれ、拠点か。え、なになに、そんなみんな。いや、拠点はなどこも殴れてない。多分 KT かな。ガンを最近 SR 流行ってるんですか、狙撃が。いや、プレイヤーのさ、プレイヤーのさ、完全に。あ、これはあかん。これちょっと行き過ぎ。やべ、爆撃で反撃。いや、もうめっちゃ追いかけられてるし。クソジオに追いかけられてたし。嘘、危ねえ。危なかった。気づいてなかった。危ねえ。砂の練習もしとかないとな。と言っても僕が使今使うよりやつ、砂じゃないけんな。スレイヤーさん分からん、あのゴルフスナ。おい、なんだ、ゴルフスナ、ゴルフのスナイパーのやつ。ゴルフ機のスナイパー、あ、も銀図なら持ってる。あれ単発で回したら金図出たんやけど、使いどころさんが分からんのやけど。使いどころさん。あ、やばい、これ違う。ロックオンで銀図出たんやけど、チャスナがなんか銃撃のビームライフルみたいな感じなんよね。あー、あー、ジオが強剣入った。でもなんか強そうな感じはあったけどな。まあ当てたら強いけどね。けどもうチャスナって終わったんでしょ。いや、終わってない、終わってない。チャスナもうまだ使ってる。ビームシル、ビーム、使ってますよ、今使ってますし。マジ何その機体。いやいや。皆さんご存知の陸ジムですやん。
皆さんご存知の一世を風靡したあの、うん、あのキンズフルマスの陸ジムですやん。ガンダムより古いのおったわ。でもスレイヤーさんあれやで、あのウォルフスナーやったら早いけんね。はい、1300あるけんね。あ、1200か。ミサイル N 式なんちゃらがいる。ウォルフスナー、マジか。あとはあの強い、あとは今ギガンかな。ほんと強いよな。ギガンと玉ねぎでしょ。玉ねぎはクソ。何玉ねぎ。あのエテさんが酔った実況の人を見に行ったんですけど、玉ねぎ使いよったんやすけど、あの誰でしたっけ。誰あの昨日なんか言ってくれよった女性実況者。ああビスコチャンネルじゃないっすかね。ビスコ、うん、あの玉ねぎ使いよったんちょっと殺したくなった。玉ねぎあれちょっと六角乗ってるやついるんだけど。おい、もう六角かよ。どう戦えとこいつで。もうジオとかいる中友情キルを取るしかないんじゃないですか。ミサイルチョンチョンするしかない。フルオートフルオート。いやこれ痛い痛い。もうかっこいい。こっちょく、あーもうあかん。あれ TB 赤いがおる中か普通の赤いがおるやけ。わーちょ、大きい方、大きい方、大きい方。あ、エース来た。これは決してね、ポイント稼ぎのため の, あの攻撃じゃない。あのよっしゃ、ポイント来た。拠点に行ったらいけないからね。あ、ジオが FS で来た。おぉ、落とそうかな。あ、外れた。俺のポイント来た。ちょっと待って、ジオ止めて。ジオ止めて。よし。エチャさん、ジムヘは？あ、ジムヘッド持ってきた、忘れた。おーいよー、鉄板だわ。再来。赤い入った。ちっちゃ、え、ちっちゃ。来いよ、マジ格闘で切ったるから。来いよ。ジオ入るよ。はい。あー、マジ。引かれた。最悪や。めっちゃ取ってきてる。はい、玉ねぎ。これやばい。完全に作戦負けってやつ。作戦負けかなこれ。血を引っかかってる。ガンガンくんね。やべ。もう怖い。ちっちゃいな。マジで赤いサンダーボルト、赤い盾持つなよ。ずるいって。あれ盾だっけ？え、モードチェンジ系じゃなかったっけ確か。赤い？そうなんですよ。マジで？確か盾なかったと思うんですけど。カード。エースは乗ったわけない。もうクイーンマーサーだ。あ、てか誰もエース乗らんやん。うん、デッパエース、デッパ。あやばい、戦場がピリついてきてる。やばいやばい。ピリついてきてる、やばいやばい。外した、やばい。これは逃げる。暗い。あ、もうやめて、やめて、マジで、マジでやめて、もう出たばっかやろか。ないわ。何あのクイーンマンサーのボール。クイーンマンサー強すぎ。マンサーはほんとひどいけんな、あれ。マンサーえぐい。欲しい。痛い痛い。俺杖したい。危ね。
他人のファンネル押し付けられると思ったなずりつけけどさ、またゲージちょっとまくってきたんじゃないこれ、結局。ああ、ま、まくっとんや。へえ、無線は強いんやな。またけどエースは殴り込んできた。決して、決してね、ポイント。あ、誰？あ、じゃあ、うわ、もうだから出たばっかやって、今もうなんで引くの？ありがてえ、ありがてえ、マジで。よし、エースだ、エースがいるぞ。俺のポイントになれ。あれうめえ、あ、終わったし、エース。くそったれ。あとはジオが降ってくるから、ジオが。やめて、ジオは嫌。おお、怖い、ジオ。味方やった。まだ入ってきそう。まだ入ってくるわ、これ。フライトシステムが一気、通り過ぎました。入ってきます。あ、てか、ガードハンターやったけん、あいつも持っとんか。来た、あ、おお、下やった。あ、痛いもん。あー、外したー。しゃ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 。守れ守れ。まんじゅうまんじゅう。あーでもユートンさんとかにおすすめなの、あれバートムとかはおすすめやで。バートム持ってないっすよ。あれ銀図でも強いけ。よっしゃあ、感じよ。なんか、あー聞かれる。なんかあれでしょ、エバーダムって前昔からいないっけ、それ。違うだ、あの昔からおったのは貝の方で、スノーバーダムが出て、なんかチャービのスタンカ入るやつがなんか出たんですよね。あ、一応が入る。回復中、回復中。てか700になんかって言ってるけど、もう見てる余裕がない。必死なんです。必死なんです。コンテナ入れようと思ったけどマックスやった。そもそも需要が少ないんやないかな。下踏みなった。今気づいた。需要げと言われるこの中で需要を使わない人がいる？いる。持ってない。おったわ。陸ジム使ってるやつおったわ。陸ジム使ってるやつおった。ガンダムじゃねえわこいつ。ジムだわ。ガンダムでした。やめて。もうクイーンバーストちゃいまろ。カーベラか。ああ僕だけ生き残ってしまった。倒せ倒せ。こうから出よう。うわお、ガーベラ無理やり来たな。おいしょー、プロー、S ガン。お、かっこいい。これマジでいいからね、これ。弾速がめっちゃ速くてさ。何それ、セコ。マジ当てやすいから。ちょっとこの機体と交換しよう。いいよ、銀座やから。気遣い。無理。あれ落ちた。うわ。ヘイ。ヘイ。エスガンダムなんか。支援機がいない。ダウン近すぎないか。ええー。クマさん強。クマさん見たらもう逃げよう。なんか無理だ。ひるまされた。ああもう。CD 待ったらしやわこれ。ちょっともうガンガン攻められる。うわ無理やこれ。こんなんで引き縛りとかようやったな。マジよう考えたわ。逆に召喚でやったらほんまに瞬殺やろね。きついやろうな。怖いわ。召喚部屋でガンダメキとかもキックだわ。絶対蹴られる。ちょ、マジでどっから撃ってるの。あ、シャアか。シャアか。はい、クイマスター。うわぁ、こんだけ
こんだけ生で聞いてるのに全然嬉しくないんだから。もっとあれもっと喜んでいいんやで。生のやつは嬉しいはずなのに。もっとよっキャー嬉しさがない。もっと喜んでいいんやで。よしよしよし、もう防衛するしかできんわ。もうこうなったらびっくりした。届かねー。しかもお前なんちゅうところに。バカやめてくれ。ギガみたいなやつくれんかな。電報におるじゃん。え、います。玉ねぎ。あれ電報にって。あれジオン。あれ電報にはいない。え、ジーブルいるんすけど、なんか難しいんすよね、あれ。うれ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 、逃げろ逃げろ。よし、ナイスだ。あ、うれ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 。ニガさん。絶対今取ろうとしたでしょ、誰か。壁になってくれ。壁メガス助けキスすぎダブルゼータでかいんや。壁になってくれ。ダブルゼータでもさすがに無理じゃないですか、あれは。やばい、これは。ミサイルとかやめてよ。ビーコン消失。ちょアトラスガンダム邪魔やで。やべ、ライフル当たんね。あー、1分 CTT だ。え、でも1分 CT あれ。さっきも CT だったような気がするんですけど。初期ジム入れてくんの忘れたから、もう絶対そのせ。唯一の生き残り期待。初期ジム使えるんすか今。今でも十分ですよね。マジっすか。リム守護にしたらなおさら強い。あれでもちょっと弱体化されたんでしょ。まぁ、あ、ちょっとだけですけど、うん、ほんまにビームライフル当てたらもうごっそり削れるから。初期ジム4期デッキ1回やってみようかな。3期がいいか。さすがに4期は多い。てかトレーナーじゃなくて普通に初期ジムにしたらいいんじゃない。あ、 B 攻撃されてるやん。終わったな。いいか。あー、なんてこった。ジオが入るぞ。任せろ。あ、入るぞ。まさか普通サイズの悪怪が突してくると思わなかった。カメラが。あ、もう完全取りに来てるやん、これ。うわうわ、引かれた。ジオに引かれた。いやカオスすぎる。割れた、もしかして。割れたかな、たぶん。割れた。すげえ。あら。これは本日の営業は終了だね。閉店ガラガラ。うん。あいつだけでも殺す。C も来てるもんね、C。あなたみたいな、おかげで。何十人。あなたみたいな人のおかげで、あなたみたいな人のおかげで、何十人という連邦軍の兵士が敗北してる。連邦軍。あなたみたいなおかげで。ギガンはギガンだけでも持ってか。変なアムロが。ラム。変なアムロが二人もいる。一人本家だけど。ここは下がるしかないか。あ、よろしく。結果おかしいやろ。なんで壁の後ろおるのにミサイルがついてしてくるんだ。壁
もあるさ。まあ、エテさんとやる分のために階級落としっていう感じで別に構わんねやけど、負ける分には。そうか、エテさんとやれば負けるから落とせるんだ、楽に。忘れてたって。あ、そう、落としたいときはエテと戦場に行ける。否定しない。せやで。そういや、あれやけど、久しぶりに。やるエテさんとユーポンさんに条件って言ったらあれやけど、あの今 EX のガシャのやつ来とるんやけど、うん、あれの何やったっけな、ジム後期生さんの教師じゃない方が、あの銃撃の方が初期ジムの強化版みたいな感じやけん、単純に、うん、取っといた方がいい。あの、初期ジムのビームライフルより若干弾速が速いのと同じバズ持ってるし、コスト安いのもあるん。おすすめではある。どれのこと？教習所の？あの、銃撃の方、ジム後期生産の。そんなん入ってる？マスターチケットの下に、ザニーとか。ああ、そういうことね。あの、ピックアップには出てないんや。出てない方の後期生産の方で、それが結構強い。うん、